はい、サーキットの神です。視線がちょっとずれてますね今日は2023年11月の19日です。今日は、メニュー稼働を久しぶりに動画にしたいと思ってます。今から頑張ります。メニューのみの配達になるかと思います。ではメニューをオンにしたいと思います。今オンにしますんで、はい、今までね、日曜だけどね、お仕事こんなねしておりました。とりあえずある程度形になったので、はい、ブースト300円ブーストがついているので来たらラッキーですね。さっきまでなんかすごくたくさんなってましてね、配達員が多分一人しかいなかったみたいで、この辺その一人のお友達の配達員さんがめっちゃなりすぎだとか言って大変そうでした。来ましたね、ファーストキッチンですね。8分ぐらいで鳴ったので幸先いいですね。結構なロング案件だったので、いくらだった、1400円ぐらいになったと思います。やっぱこの季節になるともう5時、今10分ぐらいかな、もう真っ暗ですよね。夜中走ってみたい。まあ今ちょうど月もねこう欠けちゃって、月の光も頼りにならないような感じなんで、平日の5時とかだとこの辺の道も結構やっぱ帰宅する車で混み合うんですが、いや空いてます。だからね、いつもよりそう、このファーストキッチンのあるミスターマックスまでの道のりもね、3、4分早くつけるんじゃないかなと思ってます。距離にして結構あるんだよな、ね、時間にしてね、普段だったら18分ぐらいかな、20分かかんないぐらいなんですが、多分15分ぐらいで着く。はい、ミスターマックス多摩境店に到着しました。時間の方はね、2分前ってことでちょうどいい時間ですね。ファーストキッチンさん到着です。できてましたできてましたというかほぼできてました。配達先は矢部ですね、相模原市。配達先までの距離は 6.4 キロ、自宅からここまでの距離が 6.8 キロって感じです。結構遠いでしょよいしょ。何では行きましょう。あれだな、配達先がブーストエリア外なんで、今度終わった瞬間にもし鳴ってもちゃんとねお店の確認しないと、せっかくのブースト料金がもらえなくなっちゃいますからね。その辺慌てないように。左側は、米軍の施設となっています。塀がね、塀というか金網が、この辺は最近返還になって、こっちまだ使い道がないみたいなんです。でこっちはね、今一部グラウンドになって、何やってんだろうな、サッカーとかラグビーのグラウンドになってますね。まあそのうちなんか駅がね、小田急線とかがこっちに延長するとか話はずっと昔からあるんですが、全面変換になったら線路が伸びてくるかもしれないです。
で向こう側はまだ米軍の施設ですね。それで右に曲がるとですね、相模原駅なんですが、この道がですね、繋がってないんですよ。繋がってないからバイクを押していく形になります。この道をですね、なぜ繋げないのかが未だに不思議で仕方がないですね。ここで U ターンになっちゃうんですよ。で、配達員はここを押すと行きましょう。そこが相模原駅なんですよね。なんか相模原駅のこっち側って何にもないんだよね。よいしょ。はい、ではスタートです。おっとっとっと、ここの病院に、骨折、鎖骨を折った時はここの病院に来ました。おお、踏切になっちゃった。今の配達報酬は1479円でしたね。この後気をつけましょう。うん、なってましたね。バーガーキング800円。南西に進みます。その先右方向です。ちゃんとブーストエリアだったので OK です。行きましょう。橋本アリオに到着です。早く行って、よいしょ。バイクはこの脇を通っていきます。到着です。はい、商品できていました。配達先はですね、この線路の向こう側なんですよね。近いです。橋本駅ですね。これが、相模線と横浜線のをくぐっているところです。一応ね、ちゃんと映画館とかあるんで、ここにドンキがあってね、あそこに、あそこの建物にドンキ、1階がドンキで2階が映画館です。ムービックスがあってね、大抵ね、映画を見たくなったらここに行きます。近いんでね。配達完了しましたね。今の配達は803円でしたね。なんか取れた。あ、南大沢の王将ですね。これで最後かな、今日は。行きましょう。ここは500円ブーストのエリアになりますね。だから短い距離でもプラス500円になりますから、結構ラッキーですね。そう、最近メニューのアプリは配達先ももうこの状態で見える状態なんですが、今調べたところ、配達先は、下遊戯という住所になりますんで、まあそんなには遠くないかな。この大須さん配達したら終わろうと思います。はい、
餃子の王将南大沢店さんですね。到着になります。一応表示には、調理完成となってますが、どうでしょうね。結構ね、ここ窓をね閉め切りにして、あ、人も多いな。なかなか受け取れないことが多いお店ではあります。あの人たちは何だろうな。行きましょう。焼きそばと春巻きです。最後じゃあ、はい、ご高野そばと春巻き。そうですね。はい。はい。お疲れ様。では行きましょう。住所は下柳でしたが、近そうですね。南大沢の近くみたいです。ってことはこの辺南大沢なんで。近いです。はい、この辺は、マンションばっかりですが、はい、もう少しですね。その辺かな。配達完了です。今の配達は1187円でした。よし、おー、なんだこれ。行かないわごめんなさいね。よし、エリア外のブーストエリア外の長沼店さんのスシローでしたね。ちょっとね遠いんだよね。では自宅に戻ろう。22分。南はどっちだ、右かな。あってる。とりあえずですね、今日はね4件ですね。お昼にね実は1件やっていたので、それをプラスしてお昼1件、夕方3件で合計が4379円です。まあまあ良かったかな。ならないことはなかったので、ちょっとね時間かかるケースが多かったので数はこなせなかったですが、まあまあです。2時間でこんなもんだからいいでしょ。2時間13分か、2時間14分。はい、では今日はここで終わりたいと思います。走りながらですいません